注意、心臓の弱い方は見ない方がいいかもね。さあ、まずは指ナポリタンから作りますよ。指ですから、見て、もうそっくり、指と同じ大きさですウインナー。まずはウインナーの先の部分を爪の形になるように包丁で切ります。3本できました。続いてパプリカで爪切ります。いい、1本できた。指3本できました。そしたら指の間にある関節の切れ目を入れます。焼けた時にパカッと割れてね、関節に見えますよ。リアルにしたかったらちょっと多めにひだひだつけちゃいます。そしたらウインナーだけ油を引かずに軽くソテーします。弱めの中火で焦げないようにソテーすると切れ目の部分がパカッと開いて関節に見えますよ。焼き色つけすぎちゃうとね、指に見えなくなっちゃいますからね。転がしながら焼くと焦げないですよ。はい、指焼けました。できました。そしたら爪が取れちゃうのでこれを使います。パスタ、ある程度の長さに切ります。そして反対側から刺して、下の方をまず刺します。2箇所刺します。もう一個、爪の方からはパスタが見えません。2本をウインナーに刺します。入りました。いくともしません。そしたら反対側から出たパスタを折ってマニキュアを塗った指の完成です。そしたら最後にナポリタン、真っ赤なナポリタンに指を刺しますよ。うっ、刺します。うわ、気持ち悪い。これ出てきたらビビるでしょう。子供たちの顔が楽しみだ。はい、これで指ナポリタンの完成です。それでは雲スープ作りますよ。まずは雲から作ります。まずハサミで胴体の部分と頭の部分に切り分けます。頭は少し小さめになるように切ります。ご飯をそれぞれのせます。海苔の周りをハサミで切り込みを入れて丸めます。こうすると綺麗な丸が作れますよ。そしたらギュッと握ります。ギュッと握ったらラップに包んで5分ほど海苔がしっかりと馴染むまで置いておきます。ほら、クモの頭と体ができましたよ。続いて足を作ります。海苔を3等分にして切ります。そしたらツヤツヤの方を外側にしてご飯をのせます。そしたら手前から巻いていきます。巻き終わりが下になるようにして置いておきます。なるべく細くなるように頑張ってください。はい、クモの足できましたよ。それぞれ半分に切って6本にします。巻き終わりが剥がれなくなるまで置いておきます。はい、海苔しっかり閉じました。そしたらこれを使います。乾燥パスタ。まずは半分に折って刺しちゃいます。グググッと奥まで刺します。しっかり刺さりました。全部にパスタ刺さりました。そしたらいよいよ雲にします。こちらもしっかり海苔くっついたかな。頭と顔できましたね。それまたパスタを使って頭と胴体をくっつけます。取れないように、はい、ブスッと刺しました。いい。そしたら手です。折って関節作ります。ちょうどね、3分の1ポキッと折るとほらパスタが折れてほら曲がりました。いいですね。同じようにしていきますよ。これスープに入ったらビビるよね。パプリカを使って目を作ります。太めのストローで押してパプリカをくり抜けば目みたいになります。ちょっと厚みがあるので厚みを切り落として雲の目になってる。雲になりましたよ。そしたらそーっとかぼちゃのスープをのせたいと思います。はい、これで
クモスープの完成。おお、クモじゃん、すげえ。何これ。あ、爪もある。で、食べてください。これ指か、こんな中にクモ切れ目入ってて、こんなクモ指っぽいね。こんなクモが。いただきます。どうぞ。いただきます。うまい。うまい。は？あ、おにぎり。おにぎり。クモどんな味した？うん、全然わからない。交換香。かおいちゃん、すげー。うん、おいしい。かぼちゃスープみたいなところが、うん、ちゃんと絡み合ってて美味しい。私もそう思う。こっちが気持ち悪いし、こっちも気持ち悪い。どっちも気持ち悪い。